初フロントローおめでとうございます。ウェットで素晴らしい走りを昨日から見せてますね。そうですね、昨日から、まあ、雨はもともと好きで、まあ、得意っていうのもちょっとあって、まあ、昨日から結構セッティングも固まってきてて、でタイヤのフィーリングも良くて、で結構思った以上に攻めてはいけたんですけど、でもまだ全然昨日の練習から全然まだ自分の思ったようには全然いってなくて、で、まあ、今日の予選も Q1、Q2 とまだまだあのミスが結構多かったんで、ミスまとめられればまだまだいけると思うんで、まだ余力はあるんで、明日、まあ、どうなるか分かんないですけど頑張っていきたいですね。予報はちょっとドライになりそうですけど、ドライのセットはどうですか？そうですね、ドライはドライであのセッティングは固まりつつあるんですけど、まだもっとあのセッティングの調整が必要なんで、まあ、そこを明日の朝のウォームアップでもっと合わせて、で、まあ、決勝に、まあ、2回レースあるんでつなげていきたいなと思ってます。最終戦なんでね、最高のレースにしたいですね。そうですね、本当最終戦でまさかフロントロー取れるなんて本当思ってなかったん で、しかも9番 Q2 とフロントローで出れるんで、また違った景色で走れるんで、本当上位のライダーのいろんなあのラインだったり走り方だったり、もっともっと勉強するところがたくさんあると思うんで、そこをもっともっと勉強して、来年再来年またどんどん自分を成長する糧にあのしていきたいなって思ってます。